皆さんどうもこんにちは。みなこファミリー TV のみなこです。マハロです。はい、今日はマハロと2人でちょっと東中野の方に来ております。なぜ、まあ、東中野かと言いますと、知り合いの方がですねドッグサロンをオープンしたということで、今日はまーちゃんね今もうすごく毛が伸び放題でもじゃもじゃになってきてしまったので、今日はそちらのドッグサロンコパンさんにカットをお願いしに行こうと思いまして来ております。では早速、コパンさん行ってみたいと思います。まーちゃん行きましょう。ちょっとね、子犬の頃に買ったね、ゲージなんでこれ狭いかも。ちょっとちっちゃいかも、ね、ちっちゃい。ちょっといるかな、着地で預かりしてるかな。はい、まーちゃん、出る？じゃあすみません。じゃあ、はいよ。はい、はーい、じゃあ預かりしますね。はい、お願いします。お店オープンするって言って、あ、そうなんです。ちょうどからオープン、ちょうど今月4月の2日からもうリニューアルオープンして、そうなんです、もうサロンとしてもうトリミングできるようにリニューアルさせていただいて、よかったね、これでね、この コパンさんですよね。あ、そうです。どうなんかコンセプトとかどんな感じなの？コンセプトが一応、うん、うち一応こだわってるのがシャンプーで、ーシャンプー剤が5、6種類あるんですね。すごい。そうなんで、結構あの他の、ね、サロンさんってこうオプションでプラスしてトリートメントとか、はいはいはい、お風呂とかって使うことあると思うんですけど、うん、うちではもう無料でカウンセリングした上でその子に合うシャンプー剤をセレクトしてって感じで、もう脂っこいとか、あと悩みとか今乾燥してるとか静電気とか毛玉できやすいとか、カセリングした上でこちらでシャンプーいいものを使わせていただいてますっていう感じで、ねえ、そうなんだよね。まーちゃんの今の悩みはやっぱ毛玉ですね。毛玉ですよね。あと表面で分かんないんですけど、毛をやってあげるともうこれがもう全部毛玉なんですよ。お顔はちょっとやっぱ目やみがすごい気になっちゃって、ああそうですよね。結構プードルちゃんとかあとポメちゃんとかも多いんですけど、うん、涙結構出ちゃう子が多いので、それで固まって目やみになっちゃう子が多いんですよね。そしてちょっと目周りがすっきりさせるような感じで、はい、全体的にはあのテディベアちゃんっていうイメージで大丈夫ですか？はい、あ、分かりました。あのちょっとなんか見学させてしまうことって可能ですか？特別に中帽子のためにつけさせていただきます、ね。はい、で結構あの首だけにかけてるところが多いんですけど、動いちゃったりすると結構あの機械にガッてなってむせちゃう子とかいるので、うちではこのたすき掛けさせていただいてます。たすき掛け、はい、そうなんです。マーちゃん偉いですね。すごい偉いですよ、マーちゃん偉いですよ。ママママママにじゃなくして、ママにじゃなくして、はいはい、抱っこして頑張れ、はいはい、はい、まいちゃん、抜けて、うん、オッケー、はい、まいちゃん、抜けたよ、頑張ったよ、すごい、うー、頑張った、はい、痛い、痛い、痛い、毛玉の取り方だけ、はい、ちなみに、これって使ったことあるんですか？それでやってます。本当ですか？はい、で、じゃあちなみにいつものやり方、やっていただいてよろしいですか？はい、こんな感じで、はい、こんな感じでやってます。はい、なるほど、うんと、はい、握り方が、はい、ありまして、とペンを持つように、ペンを持つように、そうなんです、ペンを持つように持ってあげて、もう絶対もう力入れずに、で今の感じだと、うん、スリッカーのここの部分でブラッシングしてあげてる感じになるんですよ。でここでやると皮膚を一番傷つきやすいんですよ。あ、そうなんです。だからお家でやって痛い痛いってなって嫌がる子が結構多くなっちゃうんですよ。嫌いなんです。嫌いなんです。
でサロンでやってるやり方が一番痛くない方法で、まあ、毛先の方からもちょっとずつとっとずつやっていくように、こっちからこっちに向かってこっち軽く半円描くようにやってあげるんですね。一箇所ずつ毛を分けてあげて、うん、この出てる状態のところから少しずつ毛先から中に向かってちょっとずつで、ここの毛終わりました、うん、したらこの上の方でもう一箇所こう持ってきてあげて、で毛先から根元をやってあげるってやっていくと、これだけ多分もう全然違うんです。ここの毛玉ある部分と毛玉、そうなんです。怖っていうのをちょっとずつちょっとずつ、じゃあ結構もう時間をかけてやるっていうこと。そうなんです。ちょっとじゃあ私ちょっとやってみて、うん、やってみてください。こうかな。あ、そうですね。で、かき分けてるところをやってあげて、で今度、あ、そうです、うまいです、そう。で、上の毛を持ってきてあげて、またちょっと持ってきて、で、毛先から根元で少しずつ。まーちゃんが嫌がっていない。そう。まーちゃんが嫌がっていない。そうなんです。こう無理にガリガリしなくても全然優しい力で毛玉取れるので、お家で毛玉が取れたかどうかって確認するのに、はい、一応トリマーとか使ってるんですけど、うん、コーム、はい、ブラシの方じゃなくて、はい、コームでこうかき分けてあげると、うん、毛玉があるところでしっかり止まるの で、 あ、で、あ、ここに毛玉がある、スリッカーでやろう、でここ毛玉見つけてやってあげるっていう風にしてあげると、じゃ毛玉はこちらで、そうね、毛玉発見するのは感じで、で毛玉なくなるともうこのコームがもうすんなり入るので、あ、そうなんです。やりたくなっちゃうこれ。ねえ、まーちゃん、まーちゃん、トリマー歴はどれくらいなんですか？トリマー歴が今8年目になりますね。そうなんだ、ベテランさんだ、やっぱり。いいです。いや、私は自分でやろうと思ってあのバリカンも買ったんですよ。ああ、そうなんですね。で前々回ぐらいかな、自分でやってみたんですけど、ガッタガッタめちゃめちゃ難しくて、ね、そうなんだよね。バリカンの入れ方とかも見ていただければ、うん、そうですね。はい、はい、お願いします。バリカンは怖がっちゃうかもしれないのですけど、はい、結構顔避けてやってみますね。はい、今回まず8ミリで、はい、そうだったら、はい、いきますね。何よりこれに入るかな。でも引っかかってる部分が毛玉ですね。引っかかりの部分が毛玉なんだ。はい、そうなんです。で毛玉をちょっとバリカンで取ってってるような感じになります、ね。8だとバリカン入んないので下げていってもいいですか？はい、すみません。まっちゃん頑張り、頑張り頑張り。結構6でも難しいかもしれない。6ミリも入らなくて3にするか、はい、スリッカーで毛玉頑張って6にするかになるんですけど、3で大丈夫ですか？でも夏だし ね、夏だから、まーちゃんね。そうだ、アイアム、アイアム、アイアム。ツルントルにさっぱり、ここからシャンプーしてツルンツルンになるってやったね。
まず肛門腺を絞るんですけど、はいはいはい、肛門腺で絞ったことあります。ありますあります。絞りました。はい。まあ、春ではまだないんですけど。あ、本当ですか。はい、そうです。肛門腺を絞っていかなきゃいけないので、あと肛門のって言って外に出さなきゃいけない分泌物が溜まっちゃうんですよ、ワンちゃんって。それを自分で出せる子は出せるんですけど、出せない子は定期的に絞ってあげないと中でその袋が破裂しちゃったりとかして危ないので、トリミングに来た時は毎回毎回肛門腺絞ってあげるようにしてますね。肛門の横ですね、はい、この結構奥の方に袋が2つあるんですよ、はい、これをもう奥から手前の方にこう乳絞りみたいにこうヒューって奥の方から手前に絞ってあげるとかな、飛ばないようにだけ。できたできた。で、多分もっと、うん、もっと出るんですよ。はい。はい。さこれね。こんちゃん。お尻だけやろうね。なんか油っぽいとか特にないですよね。まだ1歳だからあれなんですけど、お耳とか結構脂っこくなってくるんですよ、整形になってくるにつれて、うんうんうん、それでうちでオイリーコ、皮膚にいいクレンジングオイルがあるので、それを基本的につけてあげるんですけど、マハちゃんも皮膚の状態もいいので、はい、このまんまシャンプーしますね。状態よかった、ね、よかった。一応うちで使ってるのが、この汚れを落としてあげるタイプと、うん、あと油っこいシーズーちゃんとかも結構油っこい、うん、だと思うんですけど、子用のシャンプー、うんうん、あとこちらアコードがふんわりさせたいっていうのスタイリングに特化したシャンプーですね。これが一応かけ流し の温泉タイプのものになるんですけど、これがもう保湿もメインのやつになってて、っていう。あともこっちだとも薬用シャンプーになるので、ちょっとなんか皮膚に問題がある子とか、マーロちゃんは今回はまだ1歳なので、このプロテクトシャンプープラスアコードシャンプーで1度目はこれで洗って2度目はこれで洗うっていう感じにしていきたいと思います。じゃあお願いしますね。マーちゃんシャンプーはどうかな。シャンプーはそんなに好きじゃないです。やだねシャンプーやだね。シャンプーはなんだね。出るかな。みんなまで頑張る。偉い。おいらえりこさん。おい。やだ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 。やなんだね。やなんだよね。シャンプーってもう現役で使っちゃってます。シャンプーはおけに入れて、で水入れて、それをこうやってやって。なるほど。やり方としてはでも合ってます。合ってる。結構原液使って人のシャンプーみたいに原液バシャーってかけて、それでゴシゴシしちゃうやっぱり方いるんですけど、ワンちゃんの皮膚って人間のもう5分の1の薄さなんですよ。そんな薄いんだ。なので、はい、お店でやってるのがシャンプー原液入れます、うん、この普通にもう100均とかで売ってるような泡立てるやつ でシャワーちょっと入れてあげて、うんうん、でこれで思いっきり泡立ててあげるんですよ。すごい。そうなんです。で泡立ててあげて、うんうんうん、でもこの泡で洗ってあげるっていう、そうなんです。でもう絶対ゴシゴシさせないように、うんうん、はい。あわあわじゃん、ね、あんまりワンちゃんのやつってこうやって泡立たないじゃないですか。そうですね。いっぱい使っちゃいがちじゃないですか、結構。ああ、こうやってやればいいんだ、うんうん、そうなんです。で泡でこうも優しく、おりこワンちゃん、おりちもうなんなら皮膚触ってないぐらいの、もう泡で洗ってますぐらいのやってあげた方が皮膚にはいいですよね。はい、あリコさん、リコさん、マハちゃん、なんかお馬さんみたいだよね。そう、切ない目で見ないで、ママを切ない目で助けてみたいな顔してるけど、じゃあお顔をシャンプーしますね、はい、お願いします。よいしょ。じゃあ、はい、ママ、ママママで、ママがいいもんね。よいしょよいしょ。いいね。結構もう耳の中まで。そうですね。もう内側のここが一番脂っこくなるので。私そこ洗ってない。なんか
お耳に泡入っちゃいけないのかと思って。そうなんですよね、うん、で水も入っても大丈夫なんですけど、うんうん、あの最後にブローの時にあの水抜きしてあげれば、うん、はい、綿棒とかで。まんちゃんまんちゃんまつげ長いよね。じゃあ流しますね。はい、大丈夫大丈夫、はいはいはい、でちょっとブロワーを使うので音がめっちゃうるさいと思うので、この毛持つといいんですね。あ、そうなんです。アブスタの毛を持って。はい、というわけであれからね、1時間経ったので、まーちゃんね、どんな風に仕上がってるのか楽しみです。で早速ちょっとまーちゃんをお迎えに行きたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、もうこれからちょっと毛玉を作らないように頑張っていただいたように、これを機に、はい、私がお辞儀していただいて、本当に頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。体型の方がトリミングと、はい、オープンでリュニアルオープンで新婚人気様 20% 引きになっています。はい、6420円ですね。はい、ありがとうございます。ついていてお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、というわけで今回ね、コパンさん、はい、お世話になりました。まーちゃん、ありがとうございました。で今回の、ね、リニューアルオープンということだったので、はい、本当だったらご新規様で 20% のところ、うん、動画見ていただいた方にはプラス 10% で 30% 引きで、はい、トリミングの方させていただきたいと思いますので、 30% 大きいですよ。すごい、皆さん結構気になりましたか。30% オフにしていただけるということで、ぜひぜひ皆さん、こちらの方に、来てみてください。はい、よろしくお願いいたします。可愛くなります。はい、というわけで皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、